もう、うるさいな。ちょっとくらい黙れない？喋ってないと死ぬの？静かにして。ってあからさまに悲しそうにしないでよ。客が変に思うじゃん。姫、見つけた。俺たちだけでは手が回らない。園長、姫を借りるぞ。あれ、園長。こんばんは、園長。僕は残らなくていいって言ったんだ。ちゃんと言ったんだよ。でも当夜が聞かなくって。微力だけど庭園の手入れを手伝わせてほしくてね。今日誰よりも頑張ってた人を残して帰るわけにはいかないから。あっそう、誰もいない方が早く終われると思うけど、まあいいか。園長に話したいことあったし。何、顔をこわばらせてるの？まさか怒られると思ってる？思ってるよね。今度って何？僕は別に怒りんぼじゃないよ。口が悪いだけ。自分で言うんだ、それ。一応自覚してるからね。偉いでしょ。園長、今日はありがとう。ありがとうございます。どうせイベントの影響を受けただけだろうし、少し経てばみんなまた花を見てくれなくなるだろうけど、それでもさ、やっぱり嬉しかった。自分が認めてもらえたみたいで。頼んだつもりは一切ないけど、ないんだけど、一応借りになると思うから。この借りはいつか返す。借りたままは嫌だから絶対返すよ。言いたいのはそれだけ。あ、僕肥料を取ってくる。素の姫が喜んでる姿を見られるなんて、残った甲斐があったな。園長、奏のことを大事にしてくれてありがとう。当然のことか。奏にあれだけ強く当たられていたのに、園長は強いね。僕が同じ立場ならひるんでしまいそうなのに。戦いもそう。僕は争うことが苦手でひるみそうになる。衝突は多かれ少なかれ悲しみを生み出すものだから。いや、大丈夫。それはそれ、これはこれだと割り切るようにしてるから。ヒーローとしてみんなの笑顔を守るために戦う。それが今の僕に与えられた使命であり、希望だからね。喜んで。僕にできることはそう多くないけど、平和のために役立ててほしい。園長、イノセントのことよろしくね。